ランディビは、フランス、ペイドラ・ロワール地域圏、マイエンヌ圏のコミューン。ランディビの町は、マイエンヌ圏、マンシ県、イルイコールエイコールビレ圏の各圏が交わる角に、一致している。したがって、ブルターニュ地域圏、ノルマンディ地域圏、ペイドラ・ロワール地域圏が交わる地点である。ランディビは、マイエンヌ圏の北西の端に広がるマルシュとブルターニュに、ある。度は、 花口岩や数種の異なる南西岩といった抵抗性の土で構成され、そうじて河川の規模は小さく、池が点在する丘陵の風景が広がる。その森林面積は小さく、マイエンヌの森から遠くなると森は広くない。一方で栗の木は多いものの工作地の拡大で減少している。この区域は本質的に養豚と肉牛の飼育であるため、 牧草地の面積が非常に重要である。風景は緑で溢れ、モンサン・ミッシェルから約4 0トル離れている。ランディビの田園地帯は海洋性気候の恵みを受けている。降雨量はしばしば年間9 0 0トル以上を記録し、年平均気温は摂氏10.5度である。空は鈍天が多い。地名の語源はフランス語のランドであると思われる。ランドは ガリア語のランダから来ており、開拓の及ばない土地を意味している。ラテン語の地名は村を意味する、ビカスである。ガリアの石踏み1972年、ランディビにおいて、ガリア時代の石踏みが発見された。それは、ランディビの町役場の正面から発掘された。世界各地に異なる種類の石踏みが見つかっており、この石踏みは主にマイエンヌ北部で見られる外観。 表面は平らで形は卵型であった。こうした石踏みの存在はガリアの一部族、ディアブリンティス族がいたことで証明される。ランディビにおいて住民たちは塩の関節税である塩税を嫌っていた。彼らは不満を第三身分陳情書に書き示した。この陳情書は当時の王に苦情を伝えるものだった。塩税は住民たちに 毎年数量ごとに塩を購入させることを強いていた。メーヌにあるランディビでは、塩は59リーブルである一方、ブルターニュでは2リーブルであった。よって、密輸は非常に容易であった。密輸業者たちは安い塩を購入して、エアロン側を渡り、それを売って大きな利益を上げていた。人々はランディビで商売することを避けた。なぜなら、 州の境を往来するための通行税が非常に高額だったからである。ランディビは、ノルマンディーとブルターニュの境にあって不運だった。町は、メーターゲージ鉄道の二次鉄道の三路線を持っていた。最初の二路線は、マイエンヌ県鉄道が運営するランディビ・マイエンヌ線、ランディビ・ラバル線であった。また、ランディビとサンティレール・アルクエトを結ぶマンシュ県鉄道の路線も通じていた。 1902年、ランディビ駅は年間13,737人の乗客を迎えた。ベロドロームディベール大量検挙事件が起きると、ユダヤ人の子供たちを救出するためいくつかのレジスタンスネットワークが作られた。若い女性たちは、ユダヤ人の子供たちを戦争孤児に見せかけ、約70人をランディビア・フジロルデュプレシ、サビニーといった田園地帯の世帯に連れて行った。 子供を預かった人々は彼らに食べ物を与え、養育し、学校に行かせ、敵からかくまった。子供たちを保護した世帯の子孫たちは、宿バシエムから勲章を授与されている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。 1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。